り様失礼します。灼熱地獄の管理について少しご相談があるのですが。悟り様失礼します。灼熱地獄の管理について少しご相談があるのですが。何かしら？ B 地区の人員が少し不足しているように感じるので、C 地区から何匹か移動させようと考えているのですがよろしいでしょうか？念のため悟り様の了承を得に来ます。値は何も見ていない、値は何も見ていない。侵入あっての悟り様。嫌われたくない、嫌われたくない、嫌われたくない。いつやしたら消される。忘れろ、忘れろ、忘れろ、忘れろ。放置しても大丈夫そうね。言いふらされることはないでしょう。それで構わないわ。引き続き仕事よろしくね。失礼しました。ああまさかあのタイミングでオリンが来るとは、ただの出来心でなんとなくやっただけなんだけどな。もしかしたらいつもやってると思われたかもしれないわね。その辺誤解を解いておくべきだったかもしれないわね。でもやっぱり胸が大きいって邪魔なだけな気がするのよね。悟り様、報告したいことが。悟り様、報告したいことが。何かしら？さっき外を歩いてたらですね、ヤマメさんがパルシーさんと組んでアイドルデビューするらしくてですね。あれ？さっきの気のせいかな？人に聞いてみよう。悟り様がぴょにゅん。あれ？わからないことがあったらストニック、いろんな人に聞いてみよう。このまま返したらまずい。なんとかしないと。僕。いにゅ？昨日の晩ご飯覚えてるかしら？昨日の晩ご飯、今日の朝ご飯なら、晩ご飯なんだったかな。さっき何かおりんに聞こうとしてたような。なんだっけ、何かおりんなに聞こうと晩ご飯のことを聞くんだっけ。よし、後でおりんに晩ご飯のことを聞こう。よし、これで大丈夫ね。ヤマメさんたちうまくいくといいわね。はい、そうですね。失礼しました。ああ、まさかこう連続で来るとは。完全に油断してた。二度あることは三度あるというわ。このパターンは小石も来る流れよ。でも最後にもう一度。お姉ちゃん、遊びましょう。おりんおく、お姉ちゃんだね。なんだって。